はい、どうも、こんにちは、こんばんは、サッカイです。今回は、効率のいいシグル怒りの仕方っていうのをね、紹介しようかなと思います。まあ、皆さんそれぞれ、やり方あると思うんですけど、例えば、まあ、双剣でね、夜分っていうのかな、上段構えでくるくる回ったりとか、いろいろあると思うんですけど、今回は、刀ですね。で、使うんですが、スキル、必要なスキルがありまして、この辺だったかな。これですね。このスキルなんですけど、まあガード中に相手の攻撃に合わせて四角ボタンを押すと、まあできる技なんですが、おすすめの場所はですね、強者の道の鬼の住む島ですね。まあ、例えばなんですけど、これでやってみましょう。で、まあ相手の攻撃に合わせて四角ボタン。ここですね。こうやったらあと追い打ちをかける、まあ、一発で死ぬんですよね。そうするとで今みたいに武器一つだけしか持ってないとか装備ないやつだと大体取れるのがこういう感じでね、継承できるので、まあ、そこそこ良さげなものが、まあ、今回近接攻撃のダメージ 15% ですけど、アイオダン上げると多分 20% くらいまで上がるんじゃないかなと思いますけど、こういったものをね、落としてくれたりするので、鬼の住む島、非常におすすめです。まあ、あとね、いらないものはたくさん出てくるんですが、それは、まあ、分解してね、新規のかけらにするとか、できるので、そういったやり方が、いいんじゃないかなと思います。ということで、今の追い打ちかけて、立ち合いが立ってる場合で、あれば一発で攻撃を当てるとダウンするので、そこでね、三角ボタンで、ぐさっと、刺してやれば、まあ、殺人剣も相まって、もうワンパンで決まるので、タイミングうまくつかめるようになってやれば、非常に効率がいいと思います。ということで、今回の動画はここに終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。それじゃあまたな。